まあ、点差も含めてヴェルディが立ち上がり、まあ、相当な強度を持って試合に入ってくるのかなというふうに思うので、まあ、球際の戦いというのが一つ大きなポイントにはなるのかなというふうに思いますね。走り切らなくてもいい、途中で変えるというのはね、ここ数試合ずっとそういう形で結果を残してますから、はい、そういうところで相手にこう圧力をかけていくというサッカーだと思いますね。池内主審が笛を吹いてヴェルディボールのキックオフです。まず後方から千田が山田豪樹に長い球を当てます。庄司が競りました。ボール引いて先頭、さあここからはクロスあります。鈴木純也、低い球、速い球が飛び込んできた、キーパー決まった決まった。まあ、前回の対戦も実はこういう形でゴール生まれてるんですよ。全く同じですよね、鈴木からそして藤尾ですもんね。しかし本当に鈴木純也の武器を今日は見せました。あ、本当そうですね、はい。まあ、多分それを期待しての起用だったと思いますけど、はい、期待にしっかりと応えてますよね。さあプレッシャー、おーチャンスだぞ。プレッシャーをかけて山田打った。山田豪樹がタフに、まあ、こじ開けるような格好でフィニッシュ。これが下田が一回庄司に預けます。大外、林光太郎、林光太郎のクロス、逆サイド藤尾、荒木と入ってきました。セカンドボールはしっかり拾えています。 FC 町田ゼルビア、ドレシェビッチ、南のクリア、もうチャンス打ってきた藤尾、とっさの反応でした。ボールを取ったのはマテウス、やっぱり染めの、あ、チャンス、山見が来た、踏み込んで山見ずらして打った、あ、ナイスブロック、染めの行ったが、もう一回山見が競ります。ゴール前は藤尾、荒木、そしてデュークがいます。急がない。あ、これで前半終了の笛を池内主審が鳴らしました。両監督とも意識はしているのかなというのは思いますね。町田ボールで後半です。左のサイドにデュークが流れました。入れます、千田、ワンタッチ、綱島、染めのくさび、フリック、山田、山見のシュート、中央からテンポよくフィニッシュまで持っていきました。ヴェルディ、まあ、右のサイドバックを主に務めるプレイヤーですが、もう一人呼びましたか。そうですね、はい、おっと、これ左からチャンスだぞ。シュート打ちました、ナイスキャッチ、冷静にボールをキャッチしました。マテウス、山見、ワンタッチが入ります。真ん中、山見に入れて打ちました。反転から、これは自分でやりきりました。ボールをうまく収めました。山見運んだ、おと、山田、山見の足元落としたぞ、チャンス、右足、三木のシュート、染野のポストプレーから最後三木の右足。まあ、それは黒田監督がうまく選手を起用しているってことだと思いますけどね、はい、左藤本、林光太、両方スリップ、拾って斉藤、真ん中で山田、山田が行く、山田左足、最後は反転から自分でシュートを打ちました。山田豪樹、ちょっと強いシュートにはならなかったですね、はい。エリキはこの後ナサノコと交代になるようです。斜め前に染野、ノリタが引き取ります。背後に出す、松橋が来た、流し込んで山見、ナイスキーパ ー谷防いだ、あ、オフサイ、あ、コーナーキック、試合終了で